こんにちは。陽明寺太極拳の指導している笠島です。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。今日は19式と20式の動きを部分稽古していきたいと思います。動いてみます。45度の方向に左つま先まっすぐですね。少し歩幅取りましょう。ひねりが入って前をついているところから動きます。パンプを寄せて丸く手を下ろし、右手が上へさすって19式ハイディ禅、20式シャントンペイです。19式は体の向きを変えていくというところがポイントですね。丁寧に右足軸になるまでちょっとこう自分の軸をね意識して、あまり慌てて手を早く開かない方がいいですね。きちっと乗せ替えて、重心が定まったらゆったりと手を下ろしてくるといいと思います。で、私の教室ではこの胴体を右に回していくんですよっていう風にも指導しています。おへその向きを正面に向けた状態じゃなくて、この斜め左にあったおへその向きがきちっと右の方に向くようになって、で、そして初めてゆっくりと手を下ろします。そうすると右足のかかとにきちっとしたまっすぐの姿勢で軸が取れますね。で、そこから手をゆっくり下ろしてくる。なのでこう正面で手を下ろしてるわけではないんですね。ちょっとやや左肩が前に出た状態で手をゆっくりと下ろしていくという動きにしています。そして指先を上に伸ばした時に伸び伸びとした背筋、このうなじっていうんですか、そこがシェリー・ティンジン、虚霊長径で上にクーッと引き上げられるようにスッと正中線、背骨に良い気を通すような意識で、そこから深く下に沈み込んでいきます。つま先がついたら、まあ、クワを緩めていくんですね。まず半歩寄せてきた時に自分の胴体、おへそが少し右に向くようにして手を下ろしてきます。きちっとこの右足のところに自分の良い軸が取れて、正面、顔は正面だけど胴体はちょっとやや右を向いていますね。そしてそこからゆっくりと手を下ろしてきます。この手は右手の方が開いて見えますね、正面から見ても。これはこうなって同時に下ろしてるんではなくて、やや半身みたいになっていますね、左肩が前。そこから右手で左足を引き上げます。ここですっと背筋、うなじを天に高く伸びていくような意識で、伸び伸びとします。この下の座腕の手は指先は正面で、三尖尊師同じ方向を向いています。指先を下にして、これ辛かったら早く下ろしても構いませんね。軸が緩んでつま先をついて、ついたらここのクワ、股関節を柔らかく緩めます。で、その時に、まあ、右膝が曲がっていくのももちろんなんですけど、左膝も同じように、少し緩んで、重心は左足にやや加重しますけど、この時この左膝も右膝も少し曲げられたら曲げてくるといいですね。そして丁寧に、視線が大事ですね。拾い上げて、そして左足を上げましょう。慌てない。軸を作って、また重心の軸を緩めてかかとからつきます。つま先はまっすぐ前です。後ろ足のかかとを入れて
シャントンペイ、少しゆったりと下に沈んでいます。これでシャントンペイの難しいところは、よく膝が内に入ってしまうことですね。後ろ足も、後ろ足もつま先と膝の方じゃなくて、こう内側に入ること、そうなってしまう生徒さんがいると膝にすごく悪いので、気をつけるようにしてください。足全体がこうつま先と膝の方に同じ方向に向いているといいです。なのでちょっと一緒にやっているお仲間とかにちょっと膝を見てもらうのがいいです。自分でちょっとこういうふうに内側に入っててもなかなか気がつけませんね。それで明治先生がここ五色の名残っていうふうに書いてあったと思うんです。どこかにこれつま先まっすぐにして、こっちもつま先まっすぐにして、ここがなんか丸い感じで、でこのつま先を90度に開いてゆったりと降りていらっしゃるんですよね、下まで深々と。でこれってあの今すっごく医学的には中腰のスクワットが大事ですよって言われていますよね。だからね、明治先生はすごいなと思うんですよ。普通の感化24式は7-3のゴンブーで、前足に7か10で後ろ足に3だから、そんなに深く沈み込まないんですけど、この陽明治先生の太極拳は6-4っていう風に言って、下にゆったり沈み込んだでしょ。でそれって今ね、健康にすごく大事って言われているこの太ももの筋肉を非常に使って鍛えてくれますよね。だからね、よく考えられたなと思って、まあ牙立ちも明治先生とても好きだったっておっしゃるけど、もう本当にこの腰を落とすっていうことが体にいいっていうことが、もう当時ご自分でもよく分かってらっしゃったんだなっていうふうに私はいつも感心しているところで、このシャントンペイ、ただしつま先と膝の方向がちょっと合いにくいので気をつけましょう。特におしとやかに美しく育っている女性とかは、なかなか股をおっぴろげる感じなんですよね。でそれちょっとね、なんとなくこう内股に入りがちなんですけど、そこを気をつけないと膝に悪いんです。なのでつま先と膝は同じ方向に向けることをとても意識してやりましょう。そして歩幅なんですけど、軸を緩めて足を出した時に、もし筋力があまりない方だったら、あんまり遠くまで私のようにあの縦に前後に広く足が開けませんよね。もうちょっとあの怪我してたりとか無理をなさらないで、ここであまり近いところに歩を下ろしてしまった場合には、私さっきかかと入れますって言いましたけど、ここの歩幅が最初からちょっと狭いところに降りてしまっていたら、つま先を開いたりして歩幅を確保してゆったり降りたらいいと思いますね。で、まあ、もしあんまり降りれなかったら降りれなくてもいいし、まあ、無理することはありません。徐々に体調を考えて、シャントンペイをご自分のものにされていったらいいと思います。人と比べる必要は全くないから。ただ明治先生がやっけに深々と下に降りていたので、それがまたまあかっこいいので、私はまあそうやって下になるべく落とすようにしています。おかげで、もともと太い太ももは強靭なる体幹、マッチョな体になって元気です。私この陽明寺太極拳で体幹が何しろしっかり鍛えられたのと、この深い呼吸で八段錦立前から始まって深い呼吸をつないできて、太極拳も深い呼吸でしょ。この深い呼吸とこの体幹ですよね、下半身の強靭な感じ、これがね、私の今の元気を、年齢とあんまり更年期障害とかにも一切ならなかったんですよ。で元気もりもりで、なんか今思っても30代の時よりは今の方が充実して、心と体が充実していて割と元気な気がします。なのでなんか30代の頃はもうちょっとよく風邪をひいたりとか具合が悪かったと思うんですけど、太極拳を始めてからというもの、なんだか元気ですね。で大体の人が私を見て、
元気ねーとかって言ってくれるんですけど、これはもう太極拳のおかげだというふうに思っています。インナーマッスル、骨に近いところの筋肉を鍛えているんですね。やっぱりね、背骨を支えるだけのそういう筋肉とか、なんだろう、内臓、五臓六腑、そういうもの、内臓全体も鍛えられてるんですよね。それが太極拳のすごいところです。体幹を鍛えるだけの運動なんかいくらでもあるでしょ。でもまあつまらないよね、それだけやってると。実につまらないんですよ、ただのスクワットをずっと続けたりとか。だけど太極拳はみんなと楽しみながら、動きながら、とても楽しいですよね。そしてその体幹も鍛えて、内臓も鍛えて、肺も呼吸も心臓もみんな鍛えられるでしょ。こんなエイジーレスにいいことはないと思いますね。歩を進めるでしょ。この歩を進めていくっていう一歩、今日も前進してシャントンペ低い姿勢になる。こんなのものすごい筋力ですよ、体幹。これが何でもなくできちゃうんですよね、何歳になっても。私、長く続けてこられた先輩たちの動きを見ていつも思います。皆さんすごく体幹があって、年齢を重ねた方でも下に低く落としたりできるんですよね。これすごいですよね。なので、まあ、ちょっとぜひ、太極拳どこかの教室探してください。日本健康太極拳協会のホームページを、ご覧になれば、あなたの家の近くにも教室が必ずあります。元気で生き生きと自分の足で最後の日まで歩いていける体幹を作ってくれます。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた。